皆さんこんにちは。今日は2021年の2月の16日の火曜日、タイヤの日ですね。1号はね、久しぶりに、今日はね、2両編成でございますね。久しぶりに見ましたね、このね、短い編成っていうんですかね、2両編成をね。なんかね、当初になった時はちょっとびっくりしましたけれども、なんか今見てるとね、なんかまた懐かしい感じがちょっとしてきます。なんか2両で走ってるとね、なんか本当にね、なんと言いますかね、なんか模型が走ってるようなね、そんなちょっと感じを覚えてしまいます。今日もね、私立特急南京、今日は何両編成をね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、次にね、名古屋へ車両区ですね。これ向かう名古屋駅へ向かう列車の中から名古屋車両区を取っているというような感じでございますね。はい、このね、ところどこを過ぎるとキハ84、キロハ84、キロ2両も2連ですね、10連でございますね。はい、高野橋を越しまして、洗車場がありまして、それで、電車が止まっておりますね。はい、313系、これ3両編成の、ツインパンタなんで、何系かの人を調べないとあれですけどね、手前1300ですね。はい、南紀3号がこれですね。はい、3両編成で、全て先頭車両でございますね。はい、こちら飛騨5号ね、飛騨古川行きでございます。はい、その間にね、南紀2号がね、ちょっとね、来るものですからね、またね、同じように取れるかなと思ったら、飛騨が先に出発でございましてね、飛騨を、ね、先に取っておきました。はい、そんなことで2両のね、入線でこの動画は終了でございます。1号については2両編成、3号については T 勝浦が、貫通型の3両編成ということでね、やっております。はい、そんなことでね、多分しばらくはこのようなちょっとね、撮影になると思いますけれども、ね、ご了承くださいませ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はね、ちょっとやっていただけると助かります。そんなことでね、またお会いしましょう。それではさようなら。